Tokyo Metropolitan Police Department 24。駐在所を交番で扱わないようなですね、細かいもう相談で終わるようなこととか困ってるようなことを扱うような場所ですね。朝は学童交通整理を行ってます。日中はパトロールに出たり巡回連絡を行ったりして、実際にここに住んでるわけで市民になって、やっぱり近所で起きた犯罪とかですね、そういうね、本当に心底その町を守りたいっていう気持ちですね。駐在所の赤塔は町を照らす灯台である。機動捜査隊は何か事件が入ると愛犬と一緒に覆面パトカーに乗って現場に空港して、聞き込みなどの初動捜査をすぐに行っています。私は似顔絵が描けるので、被害者が犯人の顔を覚えていた場合はその場で似顔絵を作成して被疑者を捜索します。話を聞くときっていうのは、やはり被害に遭われたばかりなので、相手の気持ちを考えてお話が聞けるように心がけています。被疑者を必ず検挙するという強い情熱を持った刑事になりたいと思います。 SP は総理大臣警護、大臣警護、外国要人とありますが、私は機動警護担当として各警護現場に従事しております。本日は車両に乗りまして、ゆっくりこう車が入ってくるときに伴走という形で警護対象者の脇について警護しながら車付けに行きました。緊張感の連続なので、その緊張感を維持することが大変だと思います。さらに警護技術を向上させて、この国を守れるような SP になりたいです。警備をより一層強化し、世界一安全な街東京を体現するよう、職員各位が全力を尽くされたいのであります。警備本部から第1、第4各方面本部宛て8時ちょうど車両検問を開始せよ。ロッカル警視庁、18時までテロ出航。職務質問にご協力ください。運転免許証の確認よろしいですか。現在職務質問拒否者を扱い中、応援お願いしたい。いただいてもよろしいですか。それではこちらの方もお願いします。ちょっと待ってください。これ何ですか。注射器もあるし、覚醒剤ですよね。これ黒木さんの。じゃあ今から覚醒剤のね、予試験やるから。黒木さん、お姉さん、見て、同じ色になったね。これ覚醒剤だから、覚醒剤の共同所持で2人とも逮捕。え、こんなものがありました。ジャンと一緒に車の中から出てきたこれ、本体どこにあるんだよ。知らねえよ。シャーブも弾も全部出てきちまってんだよ。あれ、ほんと勘弁してくださいよ、刑事さん。係長、
落ちましたよ。よくやった。事務所に入るみたいですよ。事務所か。じゃあガサルゾ行きましょう。今日捜索を行う組事務所には薬の他に拳銃が隠匿されている可能性が極めて高い。よって受傷事故防止が特段の留意をすること。10時55分、はい、機関所行くぞ。了解。管理人のものですが。警察だ。警察だ。何の呼びじゃ。開けろ。何しとんじゃ。やばい。なんじゃこれ。警備本部から銃器対策部隊および爆発物処理班宛て爆弾所持被疑者検挙のため現在時出動を加盟する。のマルヒラは爆発物を所持、現場から車両で湾岸方向に逃走。よって現在時発生現場中心の10キロ圏範囲に拡大し発令する。警視庁から東京湾岸ゆりかもめ宛てマルヒ車両を海上から追跡、通過地点を速報せよ。東京湾岸ゆりかもめ了解。至急至急早押しから検証。現在マルヒ特殊車両を発見、テレビ現場実施し逃走状況を徐行しながら上空から PC を誘導せよ。はい、了解。 KC110 から警視庁。不審車両にあっては赤色乗用車、外国人風男2名乗車どうぞ。警視庁から各移動。マリン車両は中央大和方向に逃走中。よって詐欺マリン配置、逃走中のマリンを衝撃検出せよ。基礎218東京湾岸方向を急行します。